堀田由美子です。今日はタッチワークをよく2人 あのいいところを出していきたいと思います。南鈴鹿です。ベテランの味を出して頑張りたいと思います。バット吉永です。今日は絶対に堀田南をぶっ潰します。渡辺智子です。今日は柔道の技をいっぱい出せるように先輩にどんどんぶつかっていきたいと思います。バット渡辺なんか今はもう結構プロレスエンジョイでなんていうんですか、自分の思うようにプロレスできるレベルまで達してきてるでしょう。そうですね、うん、この二人は本当コンビ多いですね。あのこういう、まあ、ビッグマッチというか、うん、っていうかね、僕らも見てて安心できるし、うん、だんだんなんか自分のカラーを身につけてきたっていうの、うん、ところがこの南選手、後輩に対してでも、まあ、いつでも本当は強いんだろうけど、うわ、うん、あのやらせないね、やっぱりあのやっぱ南鈴鹿選手実力派だしね、うん、堀田選手も後輩に対してはものすごくかなり乱暴なプロレスするっていうか、あの強いでしょ、うん、あの格のプロレス、いい意味で言うと格のプロレスができるっていうかね、うん、悪く言うとなんとなく先輩っぽいプロレスになっちゃうっていうか、うん、この絡みはとっても面白いと思いますよ、うん、あのこの、まあ、堀田みなみの60年組、ね、はいはい、の、まあ、一番そのなんていうかな、僕が一番感じるのは、はい、あのすごく鍛えてるのね。鍛えてる、うん、鍛えていたというべきか、うんうんうん、そのなんか、うん、貯金がやっぱり未だに来てるっていうか、貯金でやってると悪く言えば、うん、というかね、あのキャリア的にはもうかなりベテランの域に達してきたんだけれども、うん、スポットライトの当たるところにいるわけじゃないというね、うん、ただその下のずっと下の台に比べると、うん、非常に鍛え方が違うっていうか、そういうものはやっぱり感じますね、未だに。あ、そうですか、うん、あのまた体格がいいでしょ、うん、このクラスは特にあの彼女の、まあ、その若手時代とかずっと見てきたんで、まあ、特に感じることなんですけど、うん、練習にしてもやっぱり、まあ、いわゆる合宿とか強化合宿とかね、見てきてもやっぱり違うんですよね。この台まではすごく鍛え方が違うって感じ。その人の台がじゃあやわくなったってことですか。もちろんあのすごく鍛えてるんだろうけども、比べるとという意味で。あ、そうですか、うん、それはね、多分言えると思いますよ、あの結構見てる人から見たら。なんかね、うん、僕はいつも思うのはあの堀田みなみの台、要するにもう引退しちゃった選手もいるわけでしょ。そうそうそう、ですから堀田みなみ北斗の代までは僕デラプロ世代と呼んでるんです。あ、デラプロ世代なんですよ、うん、でその後に出てきた選手というアジアバイソンというのは、うん、デラプロに乗らなかった選手なんですよね。そうですね、新人としてしか、うん、そうそう、だけれどもデラプロ自体がデラプロ世代っていうのがあるとすると、うん、クラッシュの時代なんですよね、やっぱり。そうそうそう、であれはやっぱり女の子のファンがいたけれども、うん、今は男のプロレスと全日本女子のプロレスというのが並列したところに置かれていて、うん、この今日後楽園に来ているファンの皆さん見ても分かるけれども、やっぱり前と違うファンだなっていう、うん、まあ、明らかに違うでしょう、ええ、うん、そういうファンにとってはね、うん、あのもちろんさっきから何度も話し出しますけども、アジアバイソン井上京子バット渡辺のクラスはとっても親しい気がするの。ああ、当然あるでしょうね、ええ、うん、特にこの渡辺バットなんかのコンビはこの2人がだんだん成長していってメインイベントになっていく過程をみんな一緒に見ていけるわけですよね。そういうことですね、うんうん、だから南堀田はこのいわゆる完成されたというか、これをいきなり見てるというか、そういや完成されちゃってるもん、はっきり言うと、うん、はい、つまりね、さっき言ったことっていうのは、はい、一言で言ってしまうと、ええ、たくましさがやっぱあるんですよ、この台は。はい、だからもう本当こうギリギリのところ来ても非常にたくましさがあるというか、はあはあはあ、まあいわゆる自力の違いっていうんですか、自力ね、うん、それはやっぱりすごいものがあると思います。だって受けに強いでしょ、とにかく受けに強い、めちゃくちゃ受けに強い、堀田みなみ、そして次に出る北斗、この3人は、ね、そういう面でやっぱりたくましいですよ、非常に、うん、このたくましさはやっぱり、うん、身につけてほしいなと思いますね、後輩たちに。そうですね、
バーと渡辺の2人がまた割と体あのなんていうんですか身長がないでしょう。そう。南鈴鹿のでかさがひときわ分かるね。うん、本当に大きいもん、大きいっつう本人はやがるかもしれませんけどね。ねスラっていう感じがしますね。いやこんな恵まれたレスラーいないでしょ。体格的には。体格的には。うん、いやマスクだって悪くないし、いや、うん、雰囲気もいいし、ね、とても女の子っぽいですよ。うわ、ん、あ。わあ。俺南鈴鹿なんか何にコンプレックス持つのかなと思っちゃうぐらい恵まれてると思いますよ。うん、ああそうですね、うん。やったね。こういうあたりのアクションはやっぱりバットならではですね。うん、バットなんですね。客席との呼吸というか。先輩後輩関係ないプロレスできるでしょう、うん、そこが偉いんだよね。渡辺も割ととぼけてる感じがして面白いんだけど、うん、面白いキャラクター、うん、でもっとバカになったら面白いと思うんですよね、うん、この人はね非常に紙面に登場する機会が少ない少ない、うん、あ雑誌で言うと、うん、なぜかなんかわからないけども非常に少ないよね。あのとぼけた感じがしてとってもいいと思いますけどね。試合時間5分経過。何しろ本人があのユニバーサルに初出場して、はい、その時ワンカット乗ったのカラーに、はい、それすごく喜んだぐらいだからいかに普段乗ってないかという雑誌ですか。そう、うわ、うん、でもこの間あの全日本タッグあって、はい、あのこのやっぱりバット渡辺のコンビが挑戦したんですね。あ、はいはいはい、これがその渡辺の地元の千葉で行われて、はい、もう2人とも大流血というなんと流血戦をやってしまってやったね。いいバランスしてますよね、今なんかもね。うわいいタイミング。なんかこの体格からは想像できないような瞬発力っていうんですか。いや本当この人器用なんですよね、バットは。あ、渡辺は鼻血ですか、うん、血出てますね、鼻か血から血出てますね、はい。さっきもやってたけど、この技を一つの味にしていくんじゃないかなって気がしますね。あ、バット、ほなが技っていうの、うん、まだ名前がついてないかもしれないけど。そうですね。この切り返し、回転技はうまいですね、うん、南選手ね、うん、どこの体勢からでもエビ型に持ってくるでしょ。糸も簡単にやってのけるからあ、これこれこれ、いやこれが痛い。これが痛さが一番伝わる技。なんかすごい落差があるしね、体重しょってるしね、うん、あー頑張れ。そうそう、これ結構ね人間の対決というか。そうですね。おお、顔は痛いよねやっぱり。そう、忘れてた忘れてた、これ人間の対決なんですね。人間の対決。おお、結構バットがね意識して食い下がるのね。いやあれ食らっちゃったらやっぱりかっこ悪いけどコーナー逃げてって一回タッチしないとダメですね、やった。このやっぱ柔道の選手だからね。なんかこっちの足までひょっと曲がっちゃうねってといいキャラクター持ってると思う。結局技じゃなくて観客っていうのは人間を見てるわけですよね。そうですね。あ、これはルチャリブレ、ルチャリブレの技ですね。あ、あれもルチャですか。カサスケ、メルのカサス、金のカサス、はい、カサスケ、直伝の技というか、じゃないかな。多分ユニバーサルの成果じゃないですか。なるほどなるほど。ユニバーサル2回、2回出たんで、はい、その成果だと思いますよ。いやちゃっかりこのとこでね、回転技ねとか、回転エビ固めとかエビ固め一つにしても人と違うことやるっていうのはすごい立派なことですから。なかなかこれ試合で出すの難しい技なんだけど今ね、うん、よくやってのけましたね。やりたくてやりたくてしょうがなかったと思う、おそらく。割とどっちかというとこういう動きが続くとやっぱりバット渡辺組に目がいっちゃうっていうんですか。そうですね。南堀田組よりもこの道着着てる2人を中心に試合を見ちゃうっていう部分がありますね、うん。まあ、当然お客さんにとってはハンガンビーチもあるでしょうね。ちっちゃいやつがいいっていうね。で、まあ、下でしょ、うん、あ、全然後輩だし、ね、うん、
まあ、本当は向こうは獄門なんだからそう、本当悪役なんだからそういう点ではでも完全に逆になってますね。南選手がやられててもあんまりこっちは心配ないっていうね、全然危機感がないですもんね、うん、いやこの2人は本当にショットやショットじゃ壊れないっていう体してますもん、お茶の南、うん、だからこの2人を攻略するのは結構大変だと思いますよ。そうですね、そうするとやっぱり下から下の台でね、うん、上に行こうっていう気持ちでプロレスやってる人に対して一つの壁になってくれればね、 その素晴らしい存在価値っていうのあるんですよね、うん、まあ、なんだかんだこの晴れ舞台でね、はい、堀田と南のこの2人をシングルで完全に打ちのめしたというか、なかなかそういう機会がないと思う。そういう選手っていないんじゃないかな、後輩が、うん、勝ってもほら返し方とかね、はい、そういう感じで力で本当にねじ伏せたっていうのはなかなかできない。ああ、よく見てたね今の渡辺選手ですね。さあチャンスですよ。綺麗なブリッジですもんね、見た目の10分経過、10分経過、一応、高がジャックナイフ型でしょ、だけど、なんか今、綺麗な技みたいな気がしたという、やっぱり、やったー、これも素晴らしい、あんだけいい回転でね、技を言った割には、あー、3分左やって、なんか、珍しいですね、30日か、今更という気もするけど、まあ、これもらっちゃしょうがないかな。うん、これじゃしょうがない。10分37秒。でもこんな大きな選手だし、大ベテランっていうか、実力は2人に対してこんだけ自分のカラーを出せたっていうことは、バット渡辺の判定勝ち。混戦の中見事に勝利を収めました両選手です。どうぞおめでとうございます。試合前、ね、最後の爪がなかなかできないんだという悩みを、ね、打ち明けてましたけども、今日はどうでしたか。そうですね、爪最後 のホールですか、あれは結構決まったと思うんですけど、はい、あと結構バットと渡辺なんですけど、あんまり当たってなかったどういう感じかちょっと分かんなかったんですけど、うん、結構攻めてきますね、ガンガン、ね、はい、蹴り合戦でもね、まあ勝ったというふうに言っていいんでしょうかね。そうですね、まだ甘いですね。まだ甘い、はい、はい、そして南鈴鹿、今日はどうでしたか。いまいち押されてたような気がします、うん、私が押されてましたか、はい、あれでも自分としてはじゃあ何点ですか、はい、今日の試合。そうですね、半分もいかなかったんじゃないかなと思うんですけど。厳しいですねそれは、はい、じゃあこれから課題というのは。課題ですか、やっぱり受けてもやっぱり最後は狙ってホールを狙っていけるようにしたいです。はい、わ、はい、かりました。どうもおめでとうございました、両選手です。